おはようございます。おはようございます。アメン、アメン、アメン。私たちが集まるのはイエス様のためなんです。イエス様の栄光です。イエス・キリストを信じる者が集まると神の栄光が現れます。それは私たちは、イエス様に、このイエス様を褒めたたえるために、イエス様を礼拝するために集まっているんです。それは、この世のことではありません。自分のことではありません、肉的なことではありません。イエス様のことです。そして私たちは十字架を褒めたたえます。十字架によって救われた私たちは十字架に感謝するのは当たり前じゃないですか。私たちが十字架を忘れて、イエス様を忘れて、その他のことに気を取られると、私たちは、その信仰は弱くなってきます。私たちは、もちろんいろんな試練があっていろんなことがありますけど、絶えず私たちはキリストのもとに戻らなければなりません。十字架のもとに戻ることによってもう一度リフレッシュするのです。私たちの原点が十字架なんです。これは宇宙の原点であり、世界の原点であり、人類の原点であり、その皆さんの人生の原点であり、生活の原点です。私たちが祈るときに、私たちが絶えず祈りなさいとあります。絶えず祈るというのは、いつも心をイエス様に向けるということじゃないですか。絶えず祈るというのは、イエス様がそばにいるということじゃないですか、ね、皆さんの横に皆さんの家族や友達がいたら会話をするでしょう、ね、長時間誰かといて無言ということはおかしいですよね。愛する人ならばなおさら楽しい会話ができます。イエス様は私たちの友になってくれたと書いてあります。私たちは、以前は一人で歩んでました。この世的な、友達がいたかもしれません。でも、私たちはそのイエス・キリストを信じて、初めて私たちはイエス様と歩むようになったのです。私たちと、ね、信仰のない時と何が違うんですか。それは一人で歩むか、イエス様と二人で歩むかの違いなんです。イエス様と二人で歩む、これが人生です。でもクリスチャンでも往々にしてまた一人で歩んでしまうことがあります。それがないようにしなければなりません。そのためには絶えず十字架を見上げて、自分の力で生きているのではない、自分の力で生きているのではない、イエス様の力で生きているんだということを私たちは、理解する必要があるんです。そして、私たちはその、イエス様のところに来て兄弟姉妹が集まると喜びがあるのです。そしてそこが神の国なんです。私たちはこの世で喜ぶことはできません。私たちは神の国の中で喜ぶのです。この世で私たちの居場所はありません。神の国に居場所があるんです。アメン。ぜひ皆さん、この世で居場所を、求めないでください、ね、この世とこの世のものを愛してはいけないと書いたんですよ皆さん。この世のものを愛してはいけない、どうするんですか、ね、愛してはいけない、この世を愛してはいけない、この世のものを愛してはいけないと書いたんですよ。書いてありますよね。この世を愛すると父なる神が妬むと書いてあるんですよ皆さん。キリスト、いやいや、神様を愛する、ね、神様を愛する愛が大事なわけじゃないですか。私たちは、この世を愛する生き方じゃなくて神様を愛する生き方をしているのです。信仰がない方はもちろん偶像を愛しているかもしれませんが、もちろんイエス様を愛していませんよね。イエス・キリストを愛することが、それが信仰です。アメン。ですから私たちは礼拝に集まって、礼拝に集まってもう一度私たちは悔い改め、もう一度イエス様ごめんなさい、あなたをないがしろにしました、あなたを一番にしませんでした、あなたを愛します、あなたを愛します、心を尽くして思いを尽くして
力を尽くしてあなたを愛しますと告白すべきじゃないですか。皆さん、その人の人生の価値は何ですか。その人の人生の価値はどれほどイエス様を愛したかなんです。どれほどイエス様に従ったか、どれほどイエス様の御心に行ったかです。それが人生の価値ですよ。もし私たちが、ね、イエス様を愛することが少なかったらば、天の報いも少ないのです。もし皆さんがイエス様を、ね、たくさん愛したならば、皆さんの天国の家は大豪邸なんです。アメン。まあ、天国行ければいいじゃないかっていう人もいるかもしれません。天国に行くことが一番大事です。天国行くことが一番大事ですが、でも救われた者はもうそれで甘んじていいわけじゃないのです。救われたらもう何もしなくていいのではないのです。救われたならば今度は他の人を救わなければならないし、救われたならばもっと私たちが成長して神の栄光を表さなければいけないのです。あ、救われたと言って、良いことをしなかったら、神の栄光が十分じゃないわけです。クリスチャンは救われました。アメン。輝いてるべきじゃないですか。信仰に燃えてるべきじゃないですか。そうですよね。私クリスチャンです。あ、でももう本当にもう毎日もう辛いんです。もう本当におはようございます。どうぞ。もう本当に毎日がしんどいです。まあもちろんそれはそういうことありますよ。私だって辛い時もあります。もう本当に、真っ青という時もあります。もうね、ゴーンと落ちることもあります。でも皆さん、私たちは十字架に戻るのですね。どんなに傷ついても、どんなに困っても行き詰まることはありません。おはようございます。どんなに辛くてもイエス様は優しい方です。イエス様は皆さんを見捨てません。見放しません。イエス様ほど優しい方いないのです。サタンは言いますね、お前はもう見放されたよ、お前は見捨てられたよ、お前は愛されてないよってサタンは言います。それは嘘です。それは嘘です。もうイエス様は変わらない方なんです。イエス様を裏切ったユダでさえイエス様は愛していたんですよ。イエス様は裏切ったユダをですね、憎んだんじゃないんです。口づけを許して友よと言ったんです。イエス様はイエス様の愛は変わらないんです。たとえイエス様を裏切ったユダでさえ、イエス様の愛は変わらないんです。だとすればなおさら私たちに対する愛は変わらないんです。大事なことはサタンに騙されないことです。サタンはね、もうお前は愛されてないよって言うかもしれない。でも聖書に何て書いてあるんですか。私はあなたを愛するって書いてあるんです。そして愛は、耐えることがないと書いてあるんです。皆さん、神の愛を信じることが信仰なんです。神様はどれほど愛してるか、どれほど愛してるか、十字架を見て分かるのです。命を捨てた愛、命を捨てた愛、この愛に嘘がありますか。この愛に偽りがありますか。この愛に足りなさがありますか。命を捨てる愛、これ以上の愛がないと書いてあるんです。だとすれば私たちは十字架のもとに来て、もう一度私は愛されているんだ、神を愛してくれてるんだということを確認する必要があるのではないでしょうか。礼拝はまさに神の愛を確認するためのものでもあるんです。いろいろ傷つきます。いろいろ問題が起きます。心が弱くなります。不信仰になります。大丈夫です。イエス様のところに来ればもう一度元気になるのです。イエス様の愛によってもう一度私たちは喜ぶことができるのです。ですから礼拝は、霊と誠を持って礼拝をすべきです。もう私たちは喜んで、ああイエス様ありがとう、イエス様の愛をありがとうと思って礼拝すべきです。そして兄弟姉妹を一緒に喜ぶべきです。私だけが弱いんではない、私だけがつまずいたのではない、私だけが、その心が、ね、傷ついているのではない。
兄弟姉妹みんな同じだということです。兄弟姉妹みんな戦って、そして礼拝に来てるんだということです。兄弟姉妹それぞれ本当にそれぞれの愛でイエス様に、イエス様を愛してイエス様に従って集まってるということです。ですから皆さん喜びましょう。兄弟姉妹一緒なんです、同じなんです。兄弟姉妹、私たちは愛し合うことができるんです。以前はできなかった、以前は神の愛が知らなかったので、イエス様の愛がなかったら愛し合うことできないんですよ皆さん。この世の問題はの大きな一番は神の愛がなくて愛し合ってないということです。皆さんそのことをしっかり理解しましょう。この世というのは愛がない世界なんです、ね、形は立派です。日本は先進国かもしれない、トヨタは売れてるかもしれない、でも神の愛がなければ地獄のような世界なんです。地獄というのは神がいないことです。神様がいなければ神の愛がないんです。神の愛がなければ地獄のようなんです。皆さん分かりますか。もう神の愛のないところには いられない、いたくない、神の愛の中にいたい、いつも神の愛に触れたい、神の愛で生きたい、そういう切実な義に植え替く心が必要です。皆さん植え替えてますか。植え替えてますか。求めていますか。求めてますか。与えられます、与えられます。アメン。礼拝で求めましょう。礼拝で求めましょう。はい、アメン。アメンハレルヤ。おはようございます。ハレルヤ。アメン。皆さん主にあって私たち集められました。主にあって私たちはここに一堂に会してますね。本当に、今日はもうどういうことでしょうかね。今日はどういうことでしょうか。もう多くの人がね、ここに集まってくださって、もういっぱい、もう多くの人がいっぱい、心いっぱい、胸いっぱい、もうね本当にね、私たち、本当にキューちゃんのもとに、キューちゃんのお話含めて、賛美に、本当に力を入れたですね、こういった賛美がね、なされる日が来るんではないかと思ってたんですけども、今日はね多くの人がね賛美に参加してくれるということで、本当に、私たちは神様に会ってですね、ハレルヤありがとう、神様感謝しますと多くの人に、多くのみんなにですね、伝えることができる、この喜びっていうのは本当に嬉しいものがあります。まあ本当にですね、まあ、いろんなことを話そうと思ったんですけども、私が今日思ったのはですね、進化論、創造論ありますけども、創造論じゃないんですよ。論じゃないんですよ。それ論を待たないんですよ。それはもう創造真理なんです。創造真理、進化論は論、一つの論なんです。でもねもうね進化論からスタートしたらはるかに神が遠くなっちゃうんですよ。進化論はねたまたま人がアメーバーから進化して、たまたまね猿から進化して、たまたまねもう本当に偶然に偶然が重なって、そして人間が生まれた、そんなわけないんですよ。もう本当にですね、そうなるとですね私たちは神から遠く離れさせた教育を私たちは受けてきた証拠なんですよ。これはね神様がですねいるにいるという、神様が全てを創造したという教育をもししたならば、多くの人がね神様について考えてたかもしれません。でも今創造論よりも進化論が学校で教えられてますけども、その進化論をですね教えることによって、私たちはなんと神様から遠いところから一人一人がスタートしないといけないことになったのか、なんとまあ遠いところに私たちは追いやられたのか、そこから一人一人がですねいろんな人生経験を踏まえてですね病になったりいろんなことあったりして、だんだん神様に近づいていって、やっと私たちは創造の真理こそが私たちの本当の真理なんだということにやっと行き着いたんですね。
もちろん小さな頃から神様いるよ、神様が私たちを作ったんだよって教わる子供もいます。私もそうでした。私もそうだったんだけど、一旦それを吐き捨てたんですね。そんなわけないだろうって、たまたま生まれたんだよって言ってね、自分勝手に生きてたんです。創造論は自分勝手には生きない元なんですね。でも進化論は自分勝手に生きる考えの大きな根源になるんです。大元になるんです。創造論を信じないで進化論を信じるということは、自分勝手に生きていいっていう教育が、こういう教育として教わってるのと等しいんです。ニアリーイコールなんです。もうね、私たちは本当に遠回りしてきました。いろんなところを遠回りしてきてたけども、同じ神様で、同じ神様で私たちは一致できてるんです。イエス様という神様、イエス様という真理、この真理のお方、この真理のお方で一致できてるんですよ。皆さん見たんですか、見たんですか、一人一人イエス様見たんですか。イエス様見ていいよねって、例えばね、よくね、まあ名前挙げるとあれですけど、アイドルとかいるでしょうね。アイドルで何々ちゃんいいよねとか、何々くんかっこいいよねとかね、何々ちゃんのファンクラブとか言ってね、何々ちゃんのことで一致できている人たちが集まるファンクラブだったら話わかりますよね。でもね、私たちは見たこともないイエス様で一致できている、イエス様はファンクラブなんですよ。これがね、どんだけ尊いことか。神様の目から見て、神様の目から見て、私のことを一回も見てないのに、私のことで集まって私のことで賛美しようとしている、こんな尊い集まりはないと思ってくださるんですよ。もう本当にですね、私たちは神様に感謝して、日々生かされていることに感謝して、雄たけびをあげましょう。今日はもう最高の雄たけびをあげましょう。もう今日はですね、もういろんなスペシャリストが集まってくれています。いろんなスペシャリスト、そして賛美に私たちは神様に会って酔いしれましょう。神様に会って用意しましょう。そしたら賛美しましょう。アメン。終わるその夢
ました。良いしもべだと言われるその日まで、イエス様、イエス様、私たちはあなたと共に、イエス様、イエス様、じゃあ次、伊藤隆樹ところに行きますね。なんか順番どうしたの？なんか走ってやばくなってる。Bye.
を慕う谷川の谷川の流れを慕う鹿のように主よ我が魂あなたを慕うあなたこそします。
Oh!
よ。我が主よ、みたいなる神、力ある君、イエスよ。
聖書を読みます。新約聖書マタイ、マタイ伝、マタイ6章33節、マタイ6章33節です。今日はちょっと短いです。でもとても大事なことです。読みます。だから神の国とその義をとまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。アメン、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 ありがとうございます。アメン。今日はバイリンガルでやります。アメン、ハレルヤ、アメン。私たちは今、心を込めて歌いました。Just now we sang the praise with, from bottom of heart、私たちのその礼拝は神様に向かうことです。Our worship is toward God。私たちはもうね、以前は、他のことに心を向けていましたけど、今私たちはイエス様に心を向けます。 Before we looked toward the other ones, but now we are looking toward only Jesus。 そして皆さん、私たちはだん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 神様が分かってきたんですね。 Now we are more and more we could know、about God。 そして、私たちは喜んでいます、ね、And now we are rejoicing、皆さん、この喜びはイエス様の喜びです。 Our joy is of Jesus、そして私たちはこの、いつも喜びなさいという命令も知っています。 We know the commandment、Rejoice always。皆さんが喜んでいる姿を神様は見て、神様は喜ぶのです。God looks that you are rejoicing, then he rejoices。皆さん、自分の子供が、ね、元気なかったら嬉しくないじゃないですか、ね。自分の子供が元気なだったら親は喜ぶじゃないですか。ね、If the parent look their children,And not rejoicing, it is sad. 神様、ね、皆さんに喜んでほしいのです、ね、God wants you to rejoice、ね、そして私たちは、その、あの集まると、それは神の家族の集まりです。 Our gathering is God's family's gathering。 家族が一緒にいるというのはなんと幸せでしょうか、ね、It is happy that we have family、ね、今はあの家庭の崩壊と日本では言われています。 In Japan now the families are destroying、ね、それは、その神様がいなければその肉の家族は、ね、一致できないんだよということですね。 Without God's love the familyCannot stand。 しかし私たちは、ね、肉の家族ではないです、ね、私たちはある意味では別な家族が集まりますけど、でも私たちはイエス・キリストに会って愛し合っているので、それが本当の神の愛なん、神の家族なんです、ね、We are not a physical family but we can become God's family through the faith。皆さん、イエス様は、ね、神様の御心を行う者が私の母であり私の兄弟だと言いました、ね、Jesus said、He who believes in me is my father, is my brother。 私たちは、私たちのこの神の国は、神の家族で天において一緒に住む家族なんです。We are family of God and we can live in heaven forever。
そして私たちは初めて私たちの居場所を見つけたんです。以前私たちは居場所がなかったんです。Before we had no place in this world, but we have place, our place, our places in we have places in the kingdom of God. Amen. 英語で言いましたね。皆さん知ってください。この世で私たちはその受け入れられていないのです。この世はイエス様を憎み私たちを憎むと書いてあるからですね。Please know that we have no place in this world because Jesus said this world hated him and also this world hate us。 ですから私たちはこの世のものではなくて神の国の国民です、ね、We are not of this world. We are of nations of the God's kingdom、ね、そして、皆さん、昇天が先週の木曜日でした、ね、The Ascension Day was the last Thursday で、次の日曜日がペンテコステですよ。知ってましたか？Do you remember that the next Sunday is Pentecost Day? ね。で、ペンテコステはまさに、教会の始まりなんです。ね。Pentecost Day is a starting of church。なぜ教会の誕生ですか？それは聖霊が注がれて初めて私たちがその神の宮になり私たちの中に神様がいてくれるからですね。Because through the Holy Spirit, receiving the Holy Spirit, God lives in us and also God could start church could start。ですから皆さん、今も私たちはペンテコステから再臨までがその恵みの時、そして教会の時代なんです。From the Pentecost day till the, his second coming, this time is the grace time, and this time is church time. Amen? ですから私たちは今、私たちはどういうところにいるかをしっかり理解しなければいけません。We have to know that this time is what time?、ね、この時代は、救いの時、恵みの時なんです。ね、this time is the day of salvation, the time of grace. 今、誰でもイエス・キリストを信じるならば救われるのです。Now, anyone,Believe in Jesus, he will be saved. ですから私たちはこの働けるときに働かなければなりません、ね、Now is that we can work for God. We have to work for him. Now、働けないときが来ると書いてありますね、The time we cannot workWill come. ですから皆さん、この人生は、ね、その恵みの時、救いの日をですね、このように知らせる素晴らしいその働きの時なんですよ。ね、Now is a good time that the, we can、preach the salvation day, the day of grace. そして、イエス様は言いました。ね、神の国とその義を第一に求めよう、ね、Jesus said Seek the kingdom of God and his righteousness。 私たちは、素晴らしい目標があるんです、We have a wonderful purpose。 私たちは素晴らしい、その目的を持っているんです。 We have a wonderful purpose。 何ですか？ What is it?
それは神の国です、ね、That is the kingdom of God。 イエス様は最初に伝道した時に何て言ったんですか、At first、What、did Jesus say、悔い改めなさい、神の国は近づいたとおっしゃいましたよね。 Jesus said Repent And the kingdom of God is near。 皆さん、それは私たちにも言えるんですよ、ね、That is、for us also。 皆さん、私たちはもうすでに神の国にいます、ね、We are just in the kingdom of God。 しかし私たちは神の国を求める必要があります。 But more we have to seek the kingdom of God。 そして私たちは神の国に人々を入れなければならないのです。And also, we have to、その bring the people to the kingdom of God、ノアがですね、ノアが皆さん洪水ですから、私の作った船に入ってくださいと言いましたね。ノア said、to the people, come in my boat、the flood, great flood will come。 私たちも同じように人々にですね、イエス様の神の国に入りましょう、そうしないと滅びが来ますよと言うべきじゃないですか。 We also have to say、come to、the kingdom of God because the、destruction will come。 皆さん、本当なんです、本当なんです、この世は滅びるんです、ね、Truly, truly, this world will be perished。これは深刻なんです。とても深刻なことなんです。This is a most serious thing。 本当に深刻なんです。皆さん、目の前にね、これ、まあ、前に言ったセリフかもしれませんが、人が溺れていたら深刻ですよね。If there is a drone one, it is serious、もう助ける必要があるんです、ね、皆さん、私たちが人々を見たときに溺れている人のように見ていますか、ね、Do you see the people as a drowned people in the water?、ね、私たちは人を見たときに本当にその人の運命は自国であるということを知っているんです。 We know the、destiny of the non-Christian people is、hell。 知っていて、ね、ほっとくのは愛がないんじゃないですか、ね、If we know that and we don't do nothing, it is not love。 皆さん、私たちは、愛を持ってその一番深刻なことを、本当に、深刻なものとして、歩もうではないでしょうか、ね、We have to know the serious thing is、what the serious thing is。That is a, evangelism。 そして、イエス様が言いました、神の国を求めなさい。皆さん、私たちがこのように礼拝に来ることは神の国として集まっているんですよ、ね、We are gathering as the kingdom of God。 私たちは礼拝しています。 We are worshiping。 この礼拝こそ神の国の一番の特徴じゃないでしょうか、ね、Worshiping is the most、Thing in the kingdom of God。 皆さん、私はこの間ですね、その IS の今 IS の国が非常に話題になっていますね、There is a IS issue。 で、世界中のいろんな若い人たちがですね、そのあたかも神の国を作るかのように世界中から集まってるんですね。それはもちろんサタンが騙しているんですけど、若い人たちは希望に満ちて、あ、神の国があるんだみたいな感じで、あ、私はもうこの、ね、世俗的な生活をやめて神の国に入ろうと思っている若い人たちがいるんです。 There are many young people who are deceived、and they think the IS、IslamStates is the kingdom of God
their desire, desire, they desire to enroll, enter the IS. 皆さん、私はですね、IS とか北朝鮮というのは悪魔の国を表していると思います。ね、I think that IS and the North Korea is showing the kingdom of devil.その見ればわかるでしょ。すぐにこう首を切りますね。この間北朝鮮のもナンバー2の人を処刑したという、たくさんの幹部を処刑したというんですね。Yesterday's newspaper, North Korea top Kim killed the number two or the so top people。 おかしいでしょ、なんかね、なんかおかしいですね。ですから、悪魔は、ね、神の国に人々を入れさせないで、悪魔の国に入れようとしているという構図を皆さん知ってください。ね、Please know that the Satan is wanting to people to enter the kingdom of devil. Amen? 人々はですね、騙されて神の国じゃなくてサタンの国に入れさせられているんです。ね、many people were deceived and entered the kingdom of devil. ですから皆さん、そのように、霊的な戦いというのは、イエス様と悪魔が人々をこうトリッコしているわけですね。トリッコしているんですね。In spiritual warfare,Jesus and Satan is a battle to bring the people each other.、ね、私たちも以前は、悪魔の国にいましたけど、今神の国に入ることができました。Before we are in the kingdom of Satan, but now we are of kingdom of Jesus. Amen. そういうわけで、皆さん、私たちは素晴らしい目的があります。 Then we have the important purpose、ね、そして私たちはこの神の国がどれほど素晴らしいかを味わっているんです。 We taste that this kingdom is so wonderful。 そしてこの素晴らしい国に人々を招く必要があります。 We have to invite peopleTo the kingdom of God. Amen. Amen. 皆さん、今年は特別な年だと言われています、ね。This year is a special year. 何が起きるか分かりません。I don't know what happened in this year. しかし、皆さん、この神様のその、なんて言うんでしょうかね、祝福が今日本に来ていると言われています。ね、God's blessing is coming to Japan. ですから教会がまずその祝福を受け取ることができます、ね、Church of Japan can receive the blessing of God this year. 皆さんは今祝福されようとしているんです。 You are just will receive the blessing of God. 今祝福を受けようとしているんです。You will receive the just blessing of God. 受け取ろうではないでしょうか、ね、Let's receive it. Let's receive it. 神様の祝福がもう目の前にあるのです、ね、His blessing is near. His blessing is near. Amen? Amen. 、そして私たちは弱いですが、このように毎週日曜日集まることによって保たれるんですよ、ね、We are all weak, but every Sunday we will be strengthened、ね、私たちは、強め合う必要があるんです。 We have to strengthen each other。 弱いからこそイエス様が必要で、弱いからこそ兄弟姉妹が必要なんです、ね、Because we are weakWe need Jesus. We need brothers and sisters in the Lord. 私たちが弱いから信仰は必要なんです。 We are weak. Then
We need faith. 弱さを誇りましょう。Let's proud our weakness. 私たちは弱いけれども強いのです。We are weak, but we are strong in the Lord. Amen. そういうわけで、来週の日曜日はペンテコステです。Then the next Sunday is Pentecost. Pentecost は、本当に教会の始めです。Pentecost is the starting of church. 皆さん、日本のペンテコステ欲しくないですか？Do you want the Pentecost of Japan? 日本は今までね、神様の働かない国でした。ね、Japan, in Japan, God, had not, work at all. しかしこれから、これからです。日本に神様が働く時が来ると信じます。ね、from now, from now, God will work in Japan too. 神様が働いてくれなければ人は救われないのです。God works, then the people will be saved.神様が働かなければ神の国はできないのです。God works, the kingdom of,、kingdom of God will be, will appear. ごめんなさい。appear. アメン。英語はもうめちゃくちゃです。もう日本語だけでごめんなさい。そういうわけで、私たちは、そのペンテコストの前に、弟子たちが一生懸命集まって祈ってました、ね Before the Pentecost, the disciples gathered together in prayer. 皆さん、私たちも、祈りを持って、日本のペンテコステを迎えようではないでしょうか。Let's pray to welcome the Pentecost of Japan. 祈ることは、辛いとか、そういうことではありません。祈ることは必要なんです。ね、Prayer is not heavy burden. Prayer is necessary. ね、祈りは、ね、もう祈らなければ日本が滅んでしまうんです。If we don't pray, the Japan will be perish. 祈りによって私たちはもう人々が救われるんです。By our prayer, people will be saved. 神様は祈ってほしいのです。God wants us to pray. 神様は、私たちをその信じてほしいんです。God wants us to believe in Him. 神様は、ね、神の命令を守ってほしいのです。God wants us toTo keep his commandments. アメン。人生は素晴らしいんです。Life is wonderful. 人生はイエス・キリストにあって素晴らしいんです。Life is wonderful in Jesus. 私たちは失われていましたけど、今見つけられたのです。We were lost, but we are found now. アメン。今私たちはイエス様と共にいるのです。We are living with Jesus. 目に見えませんが、イエス様はいるのです。He is invisible, but he is alive. イエス様、皆さんを愛しているのです。He loves you. そしてその愛は、ものすごく大きくて、ものすごい豊かなんです。His love is great and abundant. その私たちは、以前は彼の愛の外にいましたけど、今は彼の愛の中にいるのです。Before we are out of his love, but now we are in his love! 今私たちは神の愛の中にいるのです。We are in his love! 今神の愛の中にいるのです。We are in his love! 彼の愛を示しましょう。Let's show his love! Let's his show love! アメン。アメン。
これから素晴らしいことが起きると信じましょう。 Let's believe that the wonderful things will happen、in Japan。 皆さん、私たちは失望してはいけません。 Don't、don't be disappointed。 期待するのです。 Let's expect him。神様は素晴らしい方です。He is wonderful。 信じますか？イエス様は素晴らしい方ですか？アメン。 Is Jesus wonderful？ アメン。ものすごい素晴らしい方なんです。He is so wonderful。 信じますか？アメン。 Do you believe that？ アメン。素晴らしい方ですから、素晴らしいことをされます。He is wonderful, so and he will do wonderful things.For us。 天道様、感謝します。あなたは十字架という素晴らしいことを成し遂げられました。 You completed the wonderful thing, the crucifixion。 その十字架によって私たちは、救われたのです。 By the cross we could be saved。 十字架によって神の子供になりました。By the cross, we could be children of God。 十字架によって永遠の命を受けました。 By the cross, we could have eternal life。 十字架によってあなたの愛を知りました。 By the cross, we could know love of God。主よ、今リスナーの方々にあなたの愛を、送ってください。 Father, please give your love to your listeners all。 あなたを知ることはあなたの愛を知ることです。 To know God is to know love of God。あなたの愛の中にいさせてください。Please, please make us abide in your love。癒してください。Please heal our hearts。日本を癒してください。Please heal Japan。すべての人の心の傷を癒してください。Please heal。All people's hearts,主よ、あなたが必要です。We need you。日本はあなたが必要です。Japan needs you。来てください。Please come。来てください。Please come。イエス様の皆によってお祈りします。We pray in the name of Jesus. Amen。イエス様は私たちのすべての罪を許してくれました。 Jesus forgave our all sin。 ですから私たちも人の罪を許さなければなりません。 Then we have to forgive another's sin。 皆さん、恨みがある人は捨ててください。 Please、throw your envy。誰かを許してなかったら許してください。Please forgive others sin if you have、hatred。 何か心配や憂いがあったら捨ててください。Please throw your anxiety and anxiety and suffering。
イエス様の血があなた方の、リスナーのクリスチャンの心を癒します。 By your blood the people will be healed。 今癒してください。 Please heal now。 今癒してください。 Please heal now。 あなたの血は命です。 Your blood is true life。あなたと共に生きます。 We live with you。 あなたと共に生きます。 We live with you。 感謝します。 Thank you。 イエス様の御名によってお祈りします。 We pray in the name of Jesus。 Amen。 Amen。 これ全部合ってる。皆さん、1週間ありますね、ペンテコステまでね、ぜひ皆さんそのような気持ちで特別に日本のペンテコステのために祈ってください。 We have only one week till the Pentecost day。 Let's pray for that。 弟子たちが本当にアッパールームで心一つにして祈ったとあります。私たちも心を一つにして祈りましょう。On the upper room, disciples prayed together. Let's pray like that.愛のないものには神がわからないと書いてあります。So he who doesn't know love, he cannot know God。 神様は愛です。 God is love。 God is love。 皆さんは神の愛を知っています。 You know love of God。 この愛をいつも感じて歩んでください。 Please live in this week feeling love of God。 神の愛を持って生きてください。 Please live with His love。 アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。アメン、ありがとうございました。アメン、アメン。今日はもう大勢ですが、はい、ハレルヤ、ハレルヤ、シャロン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 、シャ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 ロン、シャ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 ロン、シャ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 ロン。